なあ。いや、なんでもない。疲れてるよな。正直、お前はすげえよ。どんだけの敵に、どんだけの目に合わされても、こいつは使えるなんて最初は思ってたのに、今お前自身が一年の居候だろ。けど嬉しいぜ。柄にもなく照れくさいこと言っちまったな。けど今夜くらいはいいだろう。我は何絆今休もうぜ。明日に備えて。の試練を跳ね返したってのに、まだこいつは報われないのか。神様とやらがもしもいるの、ちょっとこいつに厳しすぎるぜ。ぬか喜びだったぞ、囚人。あなたへの称賛の言葉、あれは撤回です。お前の更生を阻む元凶。まさかそれがお前が正義を示さんとした愚民たちだったとはな。姿さえ見えぬ相手に熱狂し、自ら林立てた。それを今さら見えない者はおらぬという。もてあそんでおきながら誰一人責任を負うこと。人の世の歪みは果てしなく深い。もはやトリックスターの出現で正そうなど不可能なことやもしれんな。あ、主。所詮これが人間か。破滅の時が近づい、誰あろう人間自身の心の歪みによる逃れ得ぬ破滅。
おはよう。やってやろうじゃない。よし。おい、な。メメントス最深部への扉が開放されました。行くでしょ。んだよ今さら。いや、お前らがブルッチ待ってたらどうしようかと思っただけだ。メメントス消滅させんだろ。ほら、モーナ張り切ってんな。ねえモナちゃん、ちょっとだけ様子おかし。そういえば確かに。うん、ごめんなさい、行きましょう。
な。やるか。おいおい。なんだここ。あれ、つけられてるの鎖？牢獄ってこと？誰が捕まってんだ？誰っていうか、誰かのシャドウなんだと思うけど。何か喋ってる。お前もそんなところにいないで入れよ。勝手に開けたりしないでよ。ここを出てく気なんてないんだから。ここにいるのが安心？何を言ってる。牢屋に入れられてるんだぞ。鴨志田の城を思い出すな。まるであそこにいた奴隷だ。そうとも、結局ここが一番いい。ここの奥深くには望みを叶えるシステムがある。望みを叶えるシステム？本当にあるのかそれ。無駄よ、この人たちには通じない。まさしくこの景色同様歪んでいるな。牢の外にいるからそんな悩んだり探したりする羽目になんだよ。生きるには知らなくていいことだってあるんだ。その通りじゃな。システムの話、それに開かずの独房の話。開かずの独房？誰が？噂じゃ真に危険な滞在人が入っとるらしいが、誰がそんなもんに自分から。さあそんなところで立ち話もなんじゃ。中に入ってきたらどうじゃ。ん？お前らなぜ出歩いている。拘束具はどうした。やべ、拘束具の未着用は認められていない。異分子は排除する。主の言葉に耳を傾けなさい。
命拾いしたわね。抵抗しても同じこと。奪え。愚かな。セルソナ。いけ。未来しちゃった。迂闊だったな。牢獄なら当然監視もいる。てか待てよ、鴨志田の城とかと違ってここみんなのパレスなんだよな。誰が捕まえてんだ。モナちゃん、思い出した、この場所見たことがある。待ってよ、ここって今日来るまで開いてなかったのよ。すまない、そんな気がしただけだ。でも何か大事なことを思い出せ。そういやここまで来んのはお前の元々の望みだった。なおさら先を急ごうぜ。それに支配している主が誰なのかは実…ああそうだな。待って、ここの人たちは。放っておきましょう。メメントスを消せば同じことよ。つうか長居してると危ないぞ。進もう。I'm not afraid to die.
正体を見せろ。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。正体を見せろ。よし、かなり余裕だったわね。
まれたぞ。数字でもくらったか。行きます。やめ。主の元へ参るのです。私の怒りを思い知れ。ごめん、ご詰めお願い。敵の優勢は変わらず、踏ん張りどころだぞ。そこが改心の扉が近い。許してあげましょう。許してあげましょう。許してあげましょう。ほほまた新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、正体を見せろ。
暴いてやる。侵入者とは。コンペが有利だ。焦るなよ。まだやれるみたいね。信じるため。くらえ。愚かな。この俺たちが。いけ。しばかれ足りねえってか。ペルソナ。主に代わって。ジョーカーだ。このまずい。ペルソナ、これでどう。これも引き受けて最後行きます。イオン、ここから反撃だ。ペルソナ、奪え。敵をよく見るんだ。ここで手こずってられない。オッケー、先を急ごう。新しい力に目覚めたみたい。さて次行くよ。過ぎて相手にならないね。正体を見せろ。俺はどうするつもりだ。チャンスだ。と弱点を突き、呪音属性は効かないわ。油断は禁物よ。ヘルスだ。バフォメット。そこか。動くんじゃねえぞ。ボコボコにしちゃう。ペルソナ、はっ。これでダメなの。うせえな。
の力でもっと頑張るから。うん、今のた。奪い！メルソナー！
様だね。来い。そこか。ここで手こずってられない。みんなお疲れ様。よし、
カモシだ。センス、いや、まだらめ。こっちは金城よ。もしかして奥村社長も。お父様はもう。ごめん。ううん、そんなことより、あれ、指導正義、どうなってやがんだ。パレスが消えて改心したはずのやつらじゃねえか。相変わらずいい体してんな。もっとこっち来いよ。あんた、冗談だ。もう面倒はごめんだ。せっかく何も考えなくても生きていけるようになったんだ。自分には才能があるなどと勘違いして身の丈に合わん欲を抱いたのがバカだ。空気読まない奴は叩かれて当然。大物の振りはもうやめだ。バカだからって罰を受けるわけじゃない。いいんだよ、自分以上を目指さなくてもさ。以前とは別人だが。改心したからというわけでもなさそうね。まさか歪んだ欲をなくしたおかげで囚われた人生を選ぶ。奥村なら残念だがいないよ。死んだ者はさすがにどうしようもない。すまなかったな。ええ、分かっています。ご丁寧にどうも。ついでに教えていただけますか、ここは一体何なんです。太閤の牢獄と呼ぶらしい。太閤、ここが自由でないように見えるかね。とんでもない。ここでは誰もが最高の自由を得られるのさ。自分で悩み考えることからの解放、選ばなくて良い自由をね。私の作ろうとした国家よりはるかに素晴らしいものだ。考えることから解放って、そんなの。だがここでおとなしくしていられない愚か者もいる。いわば脱獄士。まあかつての私たちのことだな。そういうものはこの安住の世界から隔離され、自分一人のパレスに閉じ込められる。それがパレスの主。お前らに改心させられて感謝してるよ。ここへ戻って来られたんだからな。俺らがここへ。わからなくなってきた。俺たちは認知世界を使って一体何をしてきたんだ。しっかりしろお稲荷。ああそうだったな、すまん。考えないでいい自由なんて、そんなの別の誰かに支配されるってことでしょ。教えて、ここの主は誰？誰がここ？おかしなことを聞くな。そんなもの回収皆に決まっているだろう。学校でも習うだろう。民主主義の国の主は大衆だよ。くだらねえ嘘つくんじゃねえ。だってさっき監視が嫌がったぞ。誰かが見張ってやがるってことだろ。確かに見張っているかもな。我々自身が我々皆をね。そ、牢獄を荒らされまいと思ってるのは誰よりも囚人自身ってこと。こんな野郎の話はどうでもいい。どうせメメントスごと消しちまうんだ。とっとと先行こうぜ。モナ、お宝は一番奥だよな。モナ。
ぱり覚え、我が輩はここの人間たちを見て自分の姿だけなぜか違うことに、そうだ、だから人間に戻りたいって思った。じゃあメメントスをなくせば姿が戻るって漠然と分かってたのはそのせい。すまない、ところどころまだ抜けてる。でも手当たり次第にパレスやらを探り始めて、次の記憶はもうあのクソったれカモシダのパレスだ。そうか。何をしている？また出た、しかも多いし。クソ、油断しちまった。走りましょう。脱獄者を発見、速やかに捕獲せよ。敵は3体、ザコダも気を抜くなよ。
テレサ強い敵じゃないけど連撃は無効だから気をつけて戦力はこちらが上よ火炎属性の攻撃で弱点をついて ここはこれね手こずってられない。さすが。よし、レベルアップ。この技、早く使いたいものだな。新しい私爆弾
さて。いい。正体を見せろ。粘土はダメよ。他の攻撃で攻めて。まだやれるみたいね。やるなら来い。正面に頼むわ。外した。どうかセルソナ。生きたまま死ぬ。ケスラ。テルヤ。私たち勝てるの？勝てるの？やるぞ。暴いてやる。破壊する道があるチャンスだ。ベルトラ締めろ。蹴散らす。どうしてこいつ。さて。
暴いてやる。侵入者とは不意打ち成功。祝福属性はダメよ。他の攻撃で倒して。あるケルベロいただいていく。敵4体だ。いい登場か。この技じゃない。違うな。任せとけって。ケルベロ、私はくじけない。これも定めか。許しませんよ。主に代わって許さないからね。行きます。敵は残り2体。負けないよ。人間よ、おやめなさい。いや、ダメだ。そこだ。ここで手こずってられない。みんなお疲れ様。正体を見せろ。人間よ、おやめなさい。こっちが有利だ。ペルソナかけろ。ヨハンナ敵ダウン。クイーンデリケー蹴散らせ。これだです。ここはペルソナ。やめよペルソナ。暴いてやる。とんでもない奴らだ。不意打ち成功だ。これで負けたら承知しないからな。仕留めきれなかったか。やるなら、エルスだ。防衛に頼むわ。落ち着け。そう。
そこか。外した。どうか。どうした。ベルサマー、そこの甘い。てやりや、引くだろ。何を見てんの。てやりや、やんぞ。いただいていく。パンサーがペラスの前だよ。お願い逃げないで。ペルソナー、引くだろ。やんぞ。ショーガーダウン。すみません。使うからね。うん、助かったぜ。いいよ、ここから反撃だ。どうか、敵を撃破。さすが。待てよ、こんな仕打ちねえだろ。初めてだな、ジョーカー。さて、下せんな、下せんな。
そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。力が湧いてくる。さて、暴いてやる。暴いてやる。クイーン、逃げないで。
だろ。ショーカーダウン。離せ。つけるね。よっ。もしもし。この状況は。
暴いてやる。とんでもねえやつだな。チャンスだ、とっちめろ。息を合わせ。すごいだよ。びっくりだろ。止めきれなかったか。聞くだろ。ジョーカーダウン。こりゃまずい。終わった終わった。次行こう次。オッケー、先を急ごう。うん、よし終わり。早く先に行こう。暴いてやる。どんなの使うの知らない。フリーズ成功。ボルトさん最低ね。ヘカーテン、やだマサ。動くんじゃねえぞ。許してあげる。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。よし、
運が悪い。おらえなさい。どうだ。ここで終わるのか。ヘルソナ。僕はどうするつもりだ。その通りだ。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。よし。食の侵入を許すとはね。敵はエナソだ。しっかりやれよ。うまい。運が悪いね。お前に敵と味方の区別がついてないよ。今なら殴れるけど。なら力の差を分からせる。クイーン、覚悟しろよ。そんなにしばからせるよ。しっかりしやがれ。うん、助かったよ。すぐに敵が動くわ。どうか敵を撃破。君は大丈夫だよ。いいよ、やった。今の感覚を忘れないようにね。オッケー、先を急ごう。よし、ご苦労。気持ちだぞ。どうかな。そうかい。じゃあね。正体を見せろ。何事です。不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。命拾いしたわね。いただいていく。外した。どうか外した。いけ。しばかれ足りねえってか。ひずめのせいですか。なんだよ、てめえ。主に代わって。やめ。行きますよ。いいでしょう。
また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、暴いてやる。これをどうするつもりだ。不意打ち成功。これで負けたら勝利しないからな。いいよ、やっちゃえ。終わった終わった、次行こう次。オッケー、先を急ごう。ペルソナが新技を覚えたみたい。次行くよ、次。
暴いてやる。何事です。そっこり成功。そこが。ペルソナ。いけ。しばされ足りねえってか。ペルソナ。これも撃撃だ。スカル、もっともっと。種に変わって。やるよ。スピードアップ。終わった終わった。次行こ次。みんなお疲れ様。この力でもっと頑張るから。正体を見せろ。ここで終わるのか。こっちが有利だ。焦るなよ。ペルソナ。踏み切れなかったか。ペルソナ。ペルソナ。おみんな。すごいんだよ。ペルソナ。Thank you.
ついてない。そこか。敵2体ダウン。どうかやるね。いただいていく。ナイスジョーカー。弱点にヒット。邪魔するやつはこうだぜ。はぁ、バレてんぜ。やるじゃん、スカル。怒ったからね。
けがらわしい。敵が立ち直ったぞ、気をつけろ。愚か者、やるねー。こいつ主に代わって雑誌やつら、みんなお疲れさんだ。さて、待てよ、こんな仕打ちねえだろ。おう、
また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、暴いてやる。ありがとうです。不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。呪音属性は効かないわ。油断は禁物よ。ケルベロス、そこか。おお、ジョーカーかっこいい。ざまねえな。ボコボコにしちゃう。目覚めるのですね。ラストにかけろ。これも定めか。終わった終わった、次行こ次。さすが。新技引いたぜ。おっしゃ。どう使おっかな。さて、余裕すぎて相手にならないな。今だ。暴いてやる。手荒すぎない。チャンスだ。ペルソナ食らいなさい。まだやれるみたいね。来い。奪え。敵だ。さっすがジョーカー。行け。まだ終わらないわよ。踊れ。敵を全滅させたか。次に行きましょう。さすが。よし。あれ、終わったのか。負けないな。暴いてやる。ここはペルソナで。まだやれるみたいね。ケルベロス、そこか。おお、ジョーカー。抵抗は無理。これで敵を総攻撃。さて、余裕。正体を見せろ。これをどうするつもりだ。不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。くらえ。やるぞ。踊れヘカーテ。そのパサざまあねえな。これでとどめ。ボコボコにしちゃう。綺麗なバラにはトゲがあるの。余裕だぜ。正体を見せろ。
何をされてんだ。不意打ち成功。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。よく見合って、ここは穏便に奪え。いい流れ、このまま行くわよ。なら力の差を分からせる。さすがクイーンだな。動くんじゃねえぞ。なんだって。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、正体を見せろ。こっちが有利だ。ベルトルないよ。これでどう？まだやれるみたいね。生きたそこか。ボルトか。ベルトだ。最低ね。踊れヘイカーズ。敵2体ダウン。アンサーだ。よっしゃ、次次。オッケー、先を急ごう。さて、正体を見せろ。不意打ち成功。これで負けたら勝負しないからな。止めきれなかったか。そな奪え。敵二体だ。ジョーカーやるね。よし、次行けな。セルトだ。踊れヘカーズ。ラスト1チームさ、敵2体撃破。いいよ、やっちゃえ。まだやれるみたいね。みんないい感じだったね。オッケー、先を急ごう。この力があれば。よし。お。このふ。あら、ここは安全そうね。
なんだ。何かご用ですか。こう囚人はさあ合体です。強力な力を持っているな。なるほど、これは強いペルソナです。なるほど、これは強いペルソナです。なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。なるほど、これは強いペルソナです。引き継ぐ技能を選びなさい。強大な力を授かってなるほど。よし。なるほど、これは強いペルソナです。これで良いのか。
長するスキルを選ぶのだ、囚人。引き継ぐ技能を選びなさい。技能を選びなさい。これで良いのか？可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。これで良いのか？これで良いのか？これで良いのか？継承するスキルを選ぶのだ、囚人。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。
強大な力を授かって生まれ二人とも始めるのだ。よし。終わりですか。せいぜいあがけよ。到着。んじゃあこっからどうする。書くか。